はい、どうもこんにちは。沖縄おばばです。はい、ひとりごとさんのブログです。はい、えー、いつもね、すごい情報をくださっているひとりごとさんなんですけど、これもまあ、すごいですよ。はい、何がかというとね、 えー、チェアーのお国ですね。チェアーのお国です。はい。えー、おい、イスですね。イス。はい。えー、なんと、イスの国のね、上層の人たちですね。はい。トップップーとね、P ですね。はい。P。はい。あの、おでんの具の会社ですね。おでんの具の。はい。えー、P の会社とね、イスのお国ですね。イスのの国で交わしていた契約が出てきました。 はい。えー、交わしていた契約が出てきました。あ、原文だったら、えー、英語ですけどね、貼り付けてあります。この契約書が。はい。えー、すごいですよ。まあ、目が飛び出るかと思うぐらいです。多分日本も同じような感じの契約されていると思います。はい。同じような感じのね。はい。えー、何がかというとね、はい。えー、チェアの国のね、 あの、チェアーの国のね、ええー、まあ、羊ちゃんたちですね。はい、ええー、チェアーの国のね、ウール100%の人たちをね、ええ、P に、えー、テスト、はい、叩き台としてね、差し出すということでございます。実の兼題としてね、えー、どうぞ使ってくださいよというような契約でございます。はい。もう、 もうね、わかりますよね、言いたいことは。はい。えー、そういうことなんですよ。はい。えー、いわゆるね、えー、チェアーの国ですね。チェアーの国のおーウール100%なあー方たちですね。ウール100%でございます。ウール100%の方たちは、えー、ね。 自分の、その、苦のね、に、はい。自分の所属する苦のにによって、えー、まあ、ドナドナされてしまったということですね。えー売、売られてしまったということでございます。言いづらいですけど、はい。えー、そういうことでございます。ウール100%の人人たちがね、えー、 いわゆる P に売却されていたということでございます。そういった K の役がね、出てきましたよということでございます。はい。非常に言いづらい事実でございます、これ。はい。まあ、日本もね、多分同じような感じだと思いますよ、これ。はい。はい。そういうことでございます。はい。いわゆるね、えー、トップ。はい。 と、とのプップーがね、とのプップーがねえ、どういうふうに見ているか。はい。えー、国があるね、えー、民たちをね、はい。はい。こがある民たちをどういうふうに見ているか。ウール100%な人たちをどういうふうに見ているか。はい。そういうことでございます。いわゆる、えー、常々ね、 あっち側が言っている語のイムイムと見ているということです。つまり、家のね、家のチクチクでございますっていうことですね。はい。すごいですね、これ。もう本当にね、ろくな人がトップになっていないということです。ろくな人間が プーになっていないということです。みんな、6でもないということでございますね。はい。6でもないんですよ。はい。えー、これ事実でございます。はい。えー、の役役所がございますのでね。はい。そういうことなんで、えー、皆さんどっかにね、これもぺったんこーってしておきますので、見に行ってください。よろしくお願いいたします。多分ね、50歩100歩だと思います。日本も。 はい。日本も多分50歩100歩ですね。そういうことでございます。はい。えー、こういったね、トップをね、選んでしまう人間にもかなりな問題があると思います。ましてやね、まあ、今どうしてなんでこういう状況になってるのか、日本は。重ねて言いますけど、ほとんどが組織、組織表でございます。はい。 えー、字の民民さんとね、えー、孔の命名さんによる、ほとんどがその式々の表でございます。で、目覚めてる人たちは、あ党の表々に行かないとかね、えー、そういったことを言っている人たちも多いですしね。はい。えー、反省しないといけません。はい、目覚めてる人たちは。いつまで経ってもね、えー、変わりませんよということです。はい。えー、まずね、 等の票表率ですね、ぬっぽん。50%しかありませんから。はい。そういうことです。そのほとんどがね、その色式表なんですよ。はい。なので、えー、これ、無の差し差しを使わなくても、そういったろくでもないのが上になっちゃうというのは、そういった構図でございます。はい。えー、目が覚めてる人が少なすぎますし、あの、目が覚めていてもね、 えー、そういうのにはいかないとかね、言ってるね、えー。アボンボンもいるということでございます。はい。えー、きついですけどね。はい。えー、これが現実です。はい、えー。ということで、多分50歩100歩です。ポンも。はい、えー。チェアの国と多分ね、ポンはい。50歩100歩の計の役役をしていると思います。はい。どうぞこちらを参照をなさってください。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。